あざっす。はい。あ、お前、おった。まあ、一昨日からね、教頭先生とかに、校長先生とかから言われてると思うけど、お前、近くのコンビニで万引きしたでしょ。いや、してないです。なんでそれ認めないの？防犯カメラ映ってるし、証言してる人いるし、ねえ、先生たち全員わかってるよ。なんでそれを永遠に認めないの？認めなければ認めないほど、お前自分の首絞めてるよ。ねえ、どん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 苦しくなるよ。人生だって、誰でもミスはするんだから。これがお前大人になってな、万引きしたら厄介だけど、まだ認めれば、よしってなるんだよ。どうだ？やったか？やりました。はい。じゃあな。うん、じゃあ他には？え？他にもあるんじゃないの？いや、ないです。で、だから万引き以外に、万引きをしたのが先月か、先月あたりだから、先月より前、まあまだ先月より後でもいいけど、まあ俺は全部わかってるぞ。お前がやってしまったこと。ないです。お前が別に隠し通したところでいつかバレるよ。ねえ、うん、何があった？他に何があった？ねえ、全部自分の口から言った方がいいんじゃないの？田辺の家に遊びに行った時、田辺のお母さんの財布から10万取りました。はぁ、トラップに引っかかりましたね。残念でした。あ、ごめん踏んじゃったのはごめんなさい。そうなんだ、そうなんだね。へぇ、万引きはもちろん知ってたけど、あえてこの時期ね、いろいろ悪さしたくなるこの時期は、万引き1個するだけじゃ収まりません。どうせ他に何かしてるだろうと思って。先生ね、昔から人狼が得意なの。占い師でもあえて占い師じゃないとか言うの。人狼の時も占い師ですとかって言って駆け引きするの。同じことしてる。はい。ということで、あなた、田辺くんのお母さんの財布を奪ったということで、ボイスレコーダーもありますので、残念でした。はい、一緒に行きましょう、校長室へね。